ただいまから、来月5月の19日火曜日ですけれどもに、発売をさせていただきます。一番搾りは発売から今年で25周年を迎えることになりました。そこで全国に9つあるキリンビールの各工場でですね、味の違いや特徴を楽しめる地元産のその地域限定ビールを発売することになりました。でこの工場のビール職人たちがですね、腕によりをかけて心を込めて皆さんに楽しんでいただくために今作り始めております。ぜひですね、5月19日の発売日までお楽しみにお待ちいただければと思います。そうですね。それで、では、一番搾りのブレー作りについてご説明させていただきます。麦芽をキリンの一番搾りと比較しまして、多く採用しております。その結果、アルコールは5から 5.5% 穏やかで、麦由来の香味を感じやすい酵母を特別に採用しております。缶の中心に置いておりますが、その裏面にですね、実は今説明しました谷川の作り手の思いが、ここに、細かく、ちょっと今見づらいですけれども記されております。でさらに、茨城県を代表する筑波さんのイラストをここに入れさせていただいております。ホップといいますのは鶴科の植物で、ビール醸造のためだけに、栽培しているものでございます。ビールの魂とも呼ばれております。で本日まさにビールの魂をこちらの方に、添加していただきます。私やりますか。私やります。よろしくお願いします。よろしいでしょうか。はい。一番搾り麦芽をですね、この場で地域ごとのまた特性のあるものを出すことで、まあ、より一層、まあ、ナショナルブランドでありながら地元に密着したブランドとしてですね、楽しんでいただくということで、出すことになりました。これは本当に砦工場だけで作る茨城県にあったビール、砦にあったビールですので、ぜひ地元の方たちにですね、まあ、大いに楽しんでいただければなというふうに考えております。どういうお酒が、どういう商品が茨城県の皆さんに喜んでいただけるのかなということで、そのコンセプトですとか、味覚ですとか、まあ、そういうのを練り上げるのが結構大変でしたね。うまい今のところの、茨城県の食材にも負けないような、味わい豊かで香りの華やかな、商品になっているというふうに思っております。ぜひですね、またとないやっぱり地元茨城を代表したビールを今回出すことになりましたので、ぜひ5月19日を期待して楽しみに待っていていただければと。そしてぜひお買い求めいただいてですね、そのやっぱり地元ならではの味を体感していただければというふうに思います。